ユーカリが丘スカイプラザミライアタワースカイプラザミライアタワーは千葉県桜市に所在する超高層マンション。ユーカリが丘のミライア外区に位置し長期有料住宅に認定されている。411個の住宅棟と店舗棟で構成され、地区センター駅よりペデストリアンデッキでエントランス付近まで直結している。また、 ユーカリガオカ駅からは屋根付きのバリアフリーアプローチによるペデストリアンデッキにて接続している。北側にはイオンダウンユーカリガオカが所在している。ユーカリガオカうちではスカイプラザユーカリガオカサウスタワー、ウエストタワー、イーストタワー、スカイプラザステーションタワーに続く5棟目の超高層、建築物となる。住宅棟には中間外面震構造が採用されるほか、 最大3日間稼働する非常用発電機を装備、都市ガスの中圧管も引き込むことにより防災機能を強化している。また、居住者の顔を自動認識してエントランスを解除する顔認識システムによるセキュリティ機能も強化している。共同住宅及び店舗からなり、建築規模は地上31階建て、設計、工事管理、施工は清水建設、 ランドスケープデザインは、武田夕左、熊谷源、ライティングプランニングは、森秀と、デベロッパーは山間が行っている。敷地内には共用施設として、約3500平方メートルのプライベートフォレストが整備されており、居住者が様々なテーマに合わせて楽しい時間を過ごせる、ポケットパークを、トータル11箇所設置している。ありがとうございます。